東京渋谷、時代の最先端を行くこの街にある青山学院大学。その一角で行われていたのは、今年で80年を迎える日本最古の国際学生交流団体、日米学生会議の第65回報告会であった。次回第66回の実行委員長に話を伺いながら、その実態に迫る。第66回日米学生会議実行委員長の小松崎洋平と申します。日米学生会議というものがどんなものことをやっているかということなんですけれども、各コアとなるプログラムは、1ヶ月日米の学生が一堂に会して、議論をするというのが趣旨です。でその議論というのは全部英語で行われていて、議論以外の、フリータイムとかフィールドタイプの時間も全部英語なんですけれども、例えば、安全保障ですとか、それから教育問題、環境問題、差別とマイノリティの問題とか、さまざまな問題を、分科会という、グループに分かれて、それぞれのテーマを、英語で、1ヶ月議論をしてほしいです。そして2013年12月14日第65回第66回メンバーによる日米学生会議会議報告が行われた。第65回の報告、私たちは復興フォーラムを行ったり、交流会を行ったりして、実際問題、現状の復興の課題はどこにあるか、そして解決策に向かうにはどうしたらいいのかというのを真摯に考えてきました。並びに参加したメンバーによるディスカッション。では次の質問に移りたいと思います。ここまでは結構そこにたくさんの労力がかかっていて、でその実行委員と実行委員で、僕は詳しくは知らないんですけど、たくさんの仕事をしていて、参加者は参加者で、ね、自分がどうその会議に貢献できるかって考えたり、自分にとってジャスクって何なのか、自分がそこから何を得られるのかっていうことをみんなが常にこう考えていて、それがこう夏だけっていう期間限定との相まって、ある種の熱、ジャスクらしい熱が生まれるんじゃないかというふうに思って、それが一番の魅力だというふうに考えています。次回の第66回に向けての説明などが行われた。当分の会議ではですね、言葉の正義の背景にある文化だったり価値観、また歴史、そういうものを考察していく中で、人類として共有できるある種普遍的な概念であったり道徳というものが存在しないのか、それを模索したいと考えております。そして僕がもちろん全文化会においてもそうなんですけれども、すごく強調したいのは、学生としてこういう話を、こういう議論をするということがすごく大切だと考えております。国際交流の学生団体として最長の歴史を誇る日米学生会議の特徴とは何なのか、第66回実行委員長の小松崎さんは3つのキーワードを挙げる。皆さんもご経験がある通り、中高で6年間少なくとも、今小学校から始まってますけれども、日本人は必ず英語を学ぶ。だしその英語っていうのも聞かされるのも、もともと発祥というか始まったイギリスではなくてアメリカ英語を練習させられますし、基本的に英語が読んで聞けるようなインプットができるような教育を受けている。で、コカ・コーラとかマクドナルドとか、もしくはトイザラス、そういうものを知らない人はいないですし、使っているパソコンというのも、マイクロソフトかとかで、スマートフォンもほとんど iPhone を使っている。でこれほどやはり日本に影響を与えていて、で影響というのも一時的なこう大波というよりは、ずっと、1945年もしくはそれより前からずっとずっと続いているもので、今の日本を考えるにあたってアメリカっていうものを無視することは絶対にできなくて、だから私たちは、様々にこう日米を取り巻く安全保障の環境が変化している日中日韓、確かに日朝もちろん重要なんですけれども、日本というものの、もうそもそもアイデンティティを考える上でアメリカっていうのは外すことができない存在だというふうに考えています。
まさしく社会の第一線で活躍し、もしくは活躍した方々が、アラムナイ、先輩方としていらして、ですごいのは、まあ、そういうふうにこうなんていうんですかね、コネっていうとものすごい陳腐になってしまうんですけれども、まずそういう人たちに話を聞けるっていう時点でもう、すごい滅多にない環境だと思いますし、一方的にこう、お偉いさんに来てもらって話を聞くっていうのは全然なくて、対等に自分はこう思うんです、日本はこうすべきだったと思うんですとか、例えば自分の経験を語った時に相手もその日米学生会議、まあ、通称 JASC っていうんですけれども、 JASC で同じ経験をしているということで、そういう素晴らしい方々と対等の、ある意味対等の立場に立って話をできる機会もある、そういうところが、やはり日米学生会議の、まあ、特徴であり、日米学生会議たるゆえんというか重要な要素になっているかなというふうに思います。やっぱり1ヶ月間もう、まあ、来年はアメリカの都市を巡るわけですけれども、ずっと一緒にいて、で悩みを共有して衝突して対話してっていうことを繰り返していれば、もう本当嫌でもというか仲良くなりますし、そうですね、本当同じ釜の飯を食うというか同じ空気を吸いながら1ヶ月間生活をするので、そういうところは本当に間違いないなというふうに思います。で面白いのが、別にこうみんながこう安全保障にすごい詳しくて、なんかそれぞれの意見をすごい政策に関して持っていてとかっていうのでは全然なくて、本当にいろんな人が集まっている、多様性ってことは一つ、まあ、誇れるポイントかなというふうに思っていて、いろんなバックグラウンド、それからやっていること考え方個性を持った、人たちが集まっていて、でしかもそれが日米の間で行われるということで、多様性は本当に、本当に豊かだなっていうふうに毎回毎回感じます。素直に思うのは、もっとこのジャスクっていうものを世の中に知らしめたいなって思ってて、でそのための手段として、例えば広報活動があったり、いろいろなところにこう有名な人に会いに行くっていう、そのまあニュースを持ったこととかをあると思うんですけど、なんか具体的にはそういうふうな形でもっともっと広く知らしめていきたいな。夏ひと夏をジャスクにかけるっていうことはそんなに容易な選択ではないと思うんですけれども、来ていただければ絶対に損はさせないですし、自分のやり方次第でどうとでもなります。実際僕はすごい自分が怠惰な人間だなっていうことをジャスクで気づいて、それで実行委員長にさせてもらって、そんな怠惰な自分でも周り支えてくれる周りへの感謝とか、もうそういうなんだろうな、すごい学生のこの時期でしか感じられないような感受性とか、もうそういうなんだろう、もう機会とか、もう人と会うとかものを考えるとか、もう全てが詰まったものだと思うので、自信を持っているので、ぜひご応募お願いします。